赤でこれでいいねあれとにかく来年はうさぎ年ですね。そしてうさぎ年は河合奈保子さんなんです。河合奈保子さん自作の曲です。ハーフムーンセレナーで聴いてください。アイドルと呼ばれる女の子が忙しさの中一人ピアノに向かい、目に映る景色を夢をメロディーに変えてみました。この2年間で書き溜めた曲が100曲、これはその中の1曲です。河合奈保子さん、ハーフムーンセレナーデ。あなたの元へ届くなら、水面に散った金の枯れ葉を風つまびく音符にして、の雫を左手に涙でそっと一つにつなぐ、好きな人と結ばれたい、深く祈るは青春ゆうぞ。おい、ちょっと。